あ、課長。おお、みんなご苦労だったな。それでシェリル嬢は？少年課で見てもらってます。大臣の秘書にも連絡しました。すぐ迎えに来るとのことです。そうか。犯人捕まったんですか？いや、捜索は続けられているが結局行方はつかめないままだ。それじゃあ一体？しかし今回の犯行の手口が、本庁の方が条件に合うものを検索して一人の男を割り出すことに成功した。それがこいつだ。強奪請負い人ミストラ。美術品から武器に至るまで金さえ積まれれば何でも盗むという男だ。国籍、本名、年齢、すべて不明。狙った獲物は必ず奪う国際指名手配犯。こいつの手口は、変装して目当ての場所に侵入、内部から情報入手、かく乱し獲物を奪うというもので、コンピューターや無線機器、爆弾のスペシャリストでもあるそうだ。爆弾に無線機器。みゆき、アリスカ君。こいつに間違いないようね。課長、この男は本庁にハッキングし何の情報を得ようとしてたんですか？24日に開催されるフランシア国宝美術展の警備状況、当日美術館に運ばれるバラの涙の輸送経路、それに大臣の宿泊先や滞在日程を探り出そうとしていたそうだ。やっぱり。ああ、お前たちが押収した証拠品もあるしな。それに、それに、つい先ほど本庁宛に奇妙なメールが届いたそうだ。クリスマスイブに何かが起きる。バラは悲しみの涙に濡れるだろう。本庁では奴からの犯行予告だと見ている。24日にバラの涙を奪うという。犯行予告だって、嫌味なやつ。でも相手にとって不足はないわね。やってやろうじゃない。ね、みゆき、アリスナ君。もちろんよ。それで今後私たちはどうするんですか？本庁の方で特別捜査班が組織された。絵画の輸送警備に関して警察官の数を増やし、より強化することが決定している。そんな、私たちは何もできないんですか？もちろん、式典が行われる美術館、絵画の輸送路も管轄だ。要請があれば本庁に協力する。しかし、それだけだ。それだけ？これは本庁の仕事だ。我々に捜査をする権限はない。それは課長のおっしゃる通りなんですけど。もう、人の職場で好き勝手やってた相手を自分たちで追えないなんて。本当、いいように遊ばれっぱなしで終わるみたいで、なんだか尺ですね。ああ、そういうな。我々には我々の仕事がある。以上が本日本庁で聞かされてきた決定事項だ。それからご苦労だったな。
有栖川警部。警部は？話はすべて有塚警視正から聞いてきた。どういうことなんですか、課長。ん？ああ、実は有栖川はだな。ん？わかった。え？それじゃあ、有栖川くんが本庁からの内定調査員？でもということは、私たちのことをいろいろ嗅ぎ回っていたってことですか？こんな時期に実地調査だなんて、道理で切れる方だと思いました。水臭いな。俺に一言言ってくれればよかったのに。分かってないわね。人に言えないから隠密なんじゃない。影に生きる者は孤独なのよ。夏美、そのイメージ間違ってると思うけど。ん？ねえねえ、身分を隠して秘密の恋なんて素敵なことはなかったの？ねえねえ、ないんだから。どうしたの？少しは慎め。すまんな、有栖川。でもハッキング事件は一応解決ということでしょ？ってことは、有栖川くん、もう本庁に戻っちゃうの？そういうことになりますよね。なんだかそれもちょっと寂しいわね。いや、それがだな、有栖川。お前にはもう少しここにいてもらうことになる。本当？本当に千春のところに泊まっていいの？あ、ちょっとシェリルちゃん、落ち着いて。アリスガー君のところに泊まる？アリスガー警部補、フランシア国外務大臣ご息女シェリル・ F ・ベルナール城の滞在責任者を命ずる。これは有塚警視正からの正式な辞令だ。早い話が日本にいる間、これ以上姿をくらまさんよう、しっかりお相手しろということだ。大臣の秘書がシェリル城を連れ戻そうとしたが、頑として言うことを聞かんらしい。大臣も無理に連れ戻して、また出て行かれてはたまらん、こうおっしゃってたな。考えようによってはかえって安全かもしれんぞ。
海外の要人のご息女がまさか一般家庭に居候しているとは誰も思いもよらんだろうからな。これが外務大臣を通じての正式な依頼書だ。まあよろしく頼むわ。よろしくね、陽介。どうしたの、警部補殿。元気ないじゃない。大丈夫ですよ。何しろ私たちに正体を隠し通せたくらいなんですからね。え、警部補殿。Thank you.